始まりました。江戸川ナイスのお時間でございますが、今回はピットよりお届けしております、はい、さあ今回より2回にわたりましてお届けするのは、はい、ボートレース江戸川体感スペシャルとなってございますもちろん船券勝負、入るんですが、はい、ボートレース江戸川やっぱせっかくね、うん、公式チャンネルでやってるんですから、いろいろ体感してみようじゃないかということで、今回さまざまなメニューご用意しております、はい、まずはやっぱりね、レーサーの気持ちにならなきゃいけない、うん、江戸川特有のうねりを体感、うん、なるほど、こんなのやってんだみたいなのを、体感してみたいなというふうに思ってました、はいはい、そして、次がまあメインと言っても過言ではない流れを体感、見りゃ分かるでしょ、見りゃ分かる、見りゃ分かるから、実際にどれぐらい流れているのか、そして中落水する選手もいらっしゃいます、うん、そういう時どんな気分なのか、いや、まあ、知らなくてもいい情報だとは思うんですけどね、実際知ってみるといろいろ見えるものがあるかもしれない、怖い、起きてますか、うん、怖い、うん、怖い、怖い、いや、これのためにこれ第1回のオープニング覚えてますか、君たち泳げないよねっていうのを確認してるんです、もう1年以上前になりますが、うんうん、今日のためにそれを確認した、さらにはですね、転覆した後救助艇に皆さん引き上げてもらいますけど、ね、あれなんか割と見てるとシュッと乗ってるけど、そうですね、あのね、普通に海でそのプレジャーボート的なものに乗るのってものすごい大変なの、そうですよね、でみんな選手はカッポック着てあれシュッと上がるじゃない、はいはい、救助を体感、そして、救助を体感した後我々ずぶ濡れです、そうですね、選手はその後どうするかというと、はい、なんとですねピットの中に入って選手専用のお風呂に入るんですね、やっぱ冬場とかも寒いからすごい急いで温まったり、はい、夏場もね、まあ、水で汚れますから、はい、すぐ洗って次の2層目に備えるみたいなことができるようになってるということで、まあ、誰も入ったことがないであろう、でしょうね、選手のお風呂を体感、はい、うん、それ楽しみ、それ入った後もう一回さあ行くぞってならないですよね、もう一度今日はならないですけど、はい、選手はそれなんだよ、うん、あと4レース後だからみたいな感じでずぶ濡れできてやるわけじゃない、はいはい、それをやっぱ体感してみて、わかりました、船券に2回走りはないと、うん、あ、まあなくはないよ、2回走りはないですよねそれだけは水杯みたいな感じもう一回行かなきゃいけない、で、それが終わったら、はい、我々意外と、まあ、使っていない、有料席、はい、そこに入りまして船券買ってっていうことでね、はい、いろいろ満喫しようじゃないかという、はい、今回の体感スペシャルでございます、はい、普段見られないねボートレース江戸川が存分に詰まってると思いますので、はい、ごゆっくりご覧いただきたいと思います、それではスタートでーす、さあ始まりました、ウイチの江戸川ナイス、さあというわけで今ピットに来ているわけなんですが、はいはい、何回も来てるはずなのに僕も初めて 見ましたけども、すごいね、45見て伏せろ、なるほど、それまでは被るなってことなんだろうな、まあ、あのフライングをとにかくしないようにという注意喚起ですね、厳しいですね、なかなか、そして左が、おそらく江戸川ならでは流行流速系、今日はあの流速系というのが川の中に入ってないので上の表示がゼロになってるらしいんですけど、はい、でその下の風向風速系のところで今だからあれ2マーク側から1マーク側に吹いてるよということですね、うん、なるほど、あれを見ながら選手はいろいろ考える、はそして、そこから、まあ、選手がここの階段を江戸川の場合に登っていくわけですね、これあの極めて珍しいですけども、江戸川はピットから船が水面に行くときにここを吊られてゴン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 とこうレールに乗っていくんですね、でまあ船は向こう行って、で僕あの選手はここですよ、
まだあるこの階段を上がったら心に誓う。そりゃ攻めれねえよなって話だよね。そしてまあこっちにこう上がっていくわけですね。ちなみに逆側にも階段があるんですが、あっち側は多分展示用のピットじゃん。なるほど、横並んでますもんね。そうそうそう、本番用と。でここねターンマークあるのよ。こんなでかいんですよ。本当だ。ただなんか違うんだよな。柔らかいんですよ。もしかしたらその錠によってターンマークの硬さが違うかもしれないと思って。でも硬すぎるのもどうかと思いますけどね。危ないし。俺何箇所かで触ったんだけど、はい、引くほど硬くて。それ水含んでたとかじゃなくてですか。わかんないですけど。いやだからちょっと後でね、誰か選手来たら聞いてみたいなと思うんだけど、こんななんかボヨンボヨンパンチとかだけの感じじゃなかった意外とでかいでしょ、ね、でかい。で選手はこっちに歩いていくわけですね。これ金網とか歩くの怖いんだよ。わかるわかる。別に高くないよ。高さの話じゃないんですよね。へえ。あのスカイツリーのあれなんか絶対無理だよな、うん、あのガラス張りのやつ、うん、あれあるかな。そしてまあこっちに本番はね、選手の船があるわけですよ。じゃあ始まり行って行かなくても分かりますよ。これがあれですよ、あのビーピーピーでガチャンって上がる。おお、これで船が係留されてるんですね。で、あのあっちが江戸川の場合は左あそこにあるでしょ、始動、はい、出走停止って今うっすら書いてるの見えますか。あのランプを こっち乗りながら、まあちょっと向き違うけど、こうやって見てんのが中継で映ってるはずですね。だあれこうカメラの方向いてるわけじゃなくて、あれを見てんですね。であの上のランプがこうなんかこうチカチカなるのを見てバーッと。まあ江戸川の場合ピット離れがあんまり勝負じゃないから、うん、すごいとこにあるもんな今思うよ、ピットが。まあ琵琶湖も似たようなもんだけどね、位置的には。はい、そんな感じでございます。すごいな。これが我々が今日乗せていただくペアボートでございます。実際2個ハンドルついてますが、前のハンドルはいじれないようになってて、前に乗せてもらって後ろの選手が操縦するという感じで、これワイヤーついてるでしょ。これがまあ実際にハンドルがこう連動してこうなるんですね。で前はワイヤーが見ての通りついてませんので、まあ、いくらこう前で雰囲気やっても動かないという、まあ、形だけってことですね。そうですね、さあじゃあいよいよこの後我々が実際に出走しますんで、ね、楽しみです、ね、初めて自分我々が出走するってすごいな。これで本当に浮くんですか。浮力が浮く浮く、体は浮くようにできてんだから。いや僕浮かないんですよ。僕も浮かないですよ。大丈夫だよ、うるせえな。厳しいな今日は。今のご気分は。いやもう早く楽になりたいですあの早く終わりたい、楽しみたい気持ちあるんですけど、ちょっと終わりたい。すごかったね、さっき喫煙所でのそわそわっぷりが。はい、座って立ち上がって座りましたからねすごく不思議なんですけど、これあるじゃないですか、いつ役に立つ。あ、いや後ろから突撃された時に。あ、そういうこと、はい、僕それついてますちゃんとついてますついてます。そういうことなんだ、はい、本当についてます。この時点でもう行ってるもんな。意外と動きやすい。さあというわけで、いよいよ我々ペアボートに乗せていただくんですが、今回、乗せていただける選手をご紹介したいと思います。まずは桑原正光選手です。よろしくお願いします。江戸川ナイスでは、勝手にいいよでおなじみの桑原選手ですね勝手ないと来る、勝手ないと来るんですね。今言うことじゃないです別にそしてもう一方は斉藤仁選手でございます。お願いします。お願いします。はじめまして、斉藤仁です。よろしくお願いします。いやいや、みんなもう見てる人は知ってますんでね。お二人に聞きたいんですけども、
我々としてはやっぱ江戸川でペアボートに乗せていただくってことで、江戸川ならではというかね、そのまあうねりがすごいという話とか、風でこう波が跳ねるとか、いろいろそういうのを体感したいなと思って来てたのに、今日はあんまり見た目荒れてない感じがするんですけど。荒れてないですね、残念ながら。一応なんかあのさっき風と波がぶつかり合う感じはあるから、まあ、若干はそのうねり的なものがあるかもねみたいな話は聞いたんですけど、その普通の例えば淡水の上とか流れがない上とかと比べてやっぱ違うんですか？実際いや、よそと比べたらあると思います。あ、それは違うんですね、はい、あります。それはどういう感じで違うんですか？普通に回ろうとしたら、そのうねりにはまるとどうかなるんですか？乗りづら、まあ、単純に言うと乗りづらいっていうのが一番ですけど、あとはまあ潮の流れを考えないと、いつもよりは端マークに遠くなっちゃうとか近くなっちゃうっていう計算上そうなりますよね。あの潮が変わってない時にターンするのと、向かい下げ潮と上げ潮だと、やっぱ端マークをうまく回るとしたら最初の初動っていうんですけど、ターンに入るところのポジションは変わってきます、はい、必然的に。じゃあその感覚っていうのはやっぱもう慣れでやるしかない？そうですね、よくターンマーク当たりますけどね、江戸川で。あ、そう、俺それで思ったんですけど、江戸川のターンマーク柔らかくないですか？柔らかいですね。で、ほらターンマークチャンス。なんかあんなボヨンボヨンしてんの初めて触って。みんなつついて柔らかくしてるんじゃないですか？そんなわけないです。そんなわけない。お父さんにチクりますよ。当たってる回数が多いから。いやいやいや。さあ、というわけで、はい、今日はですね、早速なんですが、とりあえず僕一人で乗せていただいて、その後ですね、実際にはペアボートで禁止されてます交差旋回というものを、お二人で見せていただいて、どんな、うわ、すっげーの流れてきたけど、流木ですよ。今日はね、あのレース期間中ではないので、お掃除されてないので、こう豪快にこういう生の木がね、うん、ちなみにカモ来てるの見えます？見えるっす。見える早く飛んでほしいですよ。もう飛んじゃってっていう、はい、余裕があれば避けますけどね。そうだね。でもレース中だとね、その一アクションが致命的になりかねないし。なるほどね、いろいろ難しいですね。じゃあ、とりあえず早速ですが乗せていただく感じでよろしいでしょうか？はい、お願いします。じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。戸田と津と訓練所で乗ったことありますけど、江戸川の波をついに体験することができます。行ってきます。はい、行ってきます。これ開けてじゃん。これやっぱシールドは下げてるもんなんですか？下げてますね。はい、終わりました。江戸川の波を、
った拍手が上がってきた。半端ねえ。お疲れ様でした。あれです。え、膝びっくりするぞ。見た目ほらベタなぎだから、まあ江戸川ならではの感じが出なくてあんまり面白くなさそうですねって言ったじゃない。めちゃくちゃ痛えよ。痛い。突っ張り方がよく分かってないからバタバタすると後ろに腰ぶつけんのよ。あれどうやってんすか普段は。両腕で前に座ってるんで、あ、後ろにはずれないようには。あ、やっぱだからほらスピード感で怖がってて後ろに体重かけちゃうからすっごいバタついて腰がぶつかるのと、あとまああとカメラのせいっていうのもあるんだけど捕まってなきゃと思ってなんか指がすっごい痛いのね今。で2周でいいっつってんのに正光くんが3周回るもんだから。あなたの代わりだと思って。全然だってあれ乗ってる時声聞こえないですよね。聞こえないですね。2周でいいっつってんのにっつって俺この水面なら3周かなと思って。あれちなみに今日のこの水面は全然マシな方ですか乗ってみて。安定板はつかないですね。はということはイコール2周にもならない。ならないですね。3周これでバックの方が跳ねますね。跳ねますね。それなんでですか。風が多いだからですね。ああそれで船がこう浮くんだ。風上に向かう方が縦跳ねします、ね、はあ。でやっぱね跳ねた後のなんか波とぶつかる時の衝撃がすごい半端ない。出てスタートからやりますか。ああいいですね。お願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、江戸川らしいゆっくりとしたスタートが本日の未定旋回です。さあ、スローに構えるのは斉藤陣、オモダミンシーコンビ、そしてアウトダッシュは桑原正光スズムシペア。2秒1秒、スタートしました。お、あ、なるほどね、外から絞って、そして斉藤陣開いて差し構えだ。これが綺麗に刺さる。うまいよね本当に。さあ若干斉藤陣が覗いているが、さあ一周2マークの攻防、この辺で前提スタートは正常か。さあ今度は桑原正光が差し返した。この差しが届いているか。これで2周目です。まだ2周目だもんね。やっぱこっちから見てるとさほど跳ねてないですもんね。おっと桑原ちょっとキャビったかこれ。さあというわけで我々、ペアボート試乗、終了したわけです。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうでしたか2人は。ペアボート2回目なんですけど、
まあ、より選手の悪口は言わないようにしようかなと思いました。俺は本当に思ったんだね。日程旋回した時に僕らフラケン買ってる時って、はい、もっと寄せろとかって言うじゃないですか。あ、締めろ締めろ締めろとか寄せろとか。寄せれない、寄せない方がいい。あれは危ないもん。危ない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 。寄せちゃダメ。あんま寄せないでほしかったですね。それぐらいすごいことやってんだなっていうのが分かりました。でも、はい、ちなみに、まあ、今回ペアボートじゃないですか。本番のスピードってもっと全然速いんですよね。倍倍とは言わないですけど、え倍期待はマジ。我々は今日のあのペアボートですら、あの波でこうちょっと浮いた後の着水の時とかに怖かった、あううみたいな感じになったんですけど、骨に響きました、あれの何倍もの衝撃が普段あるってことですよね。転覆してないですからね。そこで転覆しますから、ね、ガッて引っかかって、いやそれは痛いわ。本当にね、大変よ。見た目じゃ分かんないですね。こんなの1日2回やるわけでしょ。多い時でね、とんでもなく大変なことやられてんだなっていうね、改めて痛感いたします。本当頭が下がる思いですけども、僕が買った時はちゃんと着に入ってますので、ね、それだけは切に願ってやみません、はい、今後もぜひ頑張っていただきたいと思います、はいはい、ありがとうございました。本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、というわけでね、はい、いろいろと満喫しましたね。はい、ただまあこれだけじゃね、せっかくボトレス江戸川に来たあれがないですから、今日は残念ながらまあ江戸川非開催なので、はい、たまたまですけれども琵琶湖で記念やってますから、はい、旧レースから参加したいなと思っております。最高のこの部屋でね。いやいいっすね、疲れしてて寝ちゃいそうな。いや本当僕ちょっと今来てますもん、疲れたからね、お腹もいっぱいになったし、な割とスパッと決まりました、1号艇の吉川明夫選手、まあ逃げるんじゃないかな、刺さって2-1あるかなというところで 1-2-2-1 前と、もう一つは、6号艇の井口選手ですね。やっぱりねうまいんで、どっかの6-3着は入ってきそうで、今気づきましたけれども1-2-2-1前を買っての1-0-6だから、これ1-2-6が入った時はダブルでヒットすることになるんで、こういう買い方しとけば12点でもまあプラスになるなと、今思いました。これでいこうと思います。はい、琵琶湖第9レース僕の予想はこちらですね。3号艇の大吉選手、モーターも良さそうですし、ここチルトゼロにしてちょっと一発狙ってるのかなと、さっきのスタートレンジ見る限りスリット後結構覗いてたので、茅原選手がゆっくり差しに構えるようならまくり差しまであるんじゃないかなと踏んで3-1-4-0。そしてですね、普通に吉川選手やっぱ琵琶湖地元で琵琶湖校舎ですから逃げた場合は普通に3で3着を絞って2-4と、こちら10点ですかね。こちらで行こうと思います。はい、行きましょう。1-4-0のみですね。本当は1-2-0買いたいです。1-2-0買いたいけど1-4のオッズがね、ちょっとすごい香ばしい感じで、オッズです、オッズ買いです。ただ気持ちは1-2で、1-2来たら俺は1ポイント欲しいです、はい、なんでそれを1-2-1にしないの。やだ、十何倍はやだ。よし、1-2買います。間違えました、1-2買います。いきます。はい、まずは3から3-1、3-4ですね、全で3-4は全満州だったんで、ここをめちゃめちゃ希望したいところ。3-1でも
が40倍とかあってで、ね、1,3 これでもね結構つくんですよね。思いのほか、まあ、1,2 が溢れてるんで1,3,4,1,3,2 でも十分、元が取れた上にプラスになるということで、松陣は茅原さんと五号艇を、ああ岡村1着と2着付けにしておきます、はい、正さん、はい、はい、両方買いましたいや美味しいんだもん一音だって、しかも全然なくないよこんなもん。はい、剣を買ってまいりました。1,2前と2,1前と、1前6というね。しかしいいね、有料席はあの飲み物ただなんで、この冷房の効いた部屋で飲むホットコーヒーたまらんよね。わかります、このなんか優雅な感じ。これで船券が当たれば最高よね。秋代さん結構ねいろんなとこで遭遇すんだよ。そういう人いますよね。俺忘れらんないの、うん、あの芦屋の一人船の優勝戦で、はい、秋代さん2号艇ですげえ調子良かったのよ、うん、でこれ兄ちゃんじゃねえか兄ちゃんじゃねえかって一人でつぶやいてたんだけど、常連さんが兄ちないですかねって言った時にははないないって言われて、それでやめたの。だからそれ兄ちだったの。基本人の言うことをなびかないのに。いや俺ねだからそういう一言でなんかねなんか変わっちゃうのはあるよ。へー、刷り込まれちゃうってのはある。だから俺一人が一番向いてるって思ってんだけど、でも結局やっぱみんなでワイワイ来る方が楽しいじゃん。そうですね、こういうところでギャーギャーやる、まあ、言われても揺らがないってのが一番いいんじゃないですか、うん、それがねだからどっかで引っかかってると思うよ。あ、無意識にさっきの言葉がちょっとこう入ってきちゃって。俺は鈴木さんのことで結構なびくときあるな、うん、やっぱ理論派は侮れないからね、うん、説得力の鈴木だからね。的中率は低いんだけど、うん、説得力はある。あのね今年ねいいんですよ実は。うん、悪くないです。あの大体 80% ぐらいだと思うんですけど、うん、今まで 60% だったんですよ。だその差ってすごい体感で感じるんですよね。ああそう、めっちゃ負けてんすけど、負けてるわ。めちゃめちゃ今年調子いいなって感じますもん。 80% になったぐらいになっただけで、まあ負けてんすけど第9です。完投しては相当むずいよな。おー、いったぞこれ。頼む。3番大江がまくってくるのが1から押し切るか。1番の吉川です。あそこまでいかないか。吉川がまずは先手を取る。バックにありました。まくり刺せ。まくり出してきたのが3番の大江拓人。いや刺さってないか。あ、刺さったんじゃない。イエス、ダジェライカー。イエス、イエス、イエス。3-1 1-3 でもいいですよ。3番手すぐ後ろ4番、さらに1-3でもいいですよ。スタートは正常でした。大胆幕うちの2番。3-1にならなかったら最悪なんだけど。あ、1-3なる。おーい、ここでまた1番3番トップ接戦です。内から張っていく1番吉川明雄、外こらえる3番の上。でも1-3-2がある。茅原5番の岡村、こちらも競り合いです。おい3番打線2周立ち3番枠1番吉川から。おいしかも1-3-5はない。3番の大上2番手3番の混戦模様で、ここで今度は5番4番4番よし4番重成が3番手、その後5番の岡村。1-3-4はあって1-3-5はないんです。ないです。6番の井口、どういう考え方。1-3-4-6 1-3-2-4 2-4吉川清雄から3番の大上拓人。お、また3-1になってる。おーし、3番手4番手ぴったり追走。3-1はね前があるんですよ。ここで1番吉川の内から3番大上が伸びて並んできました。せい今度は最終1枠内の3番の大上拓人から折り返し、拓人1番の吉川清雄が先頭。よし3-1-4大上拓人が先頭。よし3番手は4番の島内です。3番1番4番全然予期しないとこだった。あ、ニードルやったね。覚えたニードル。チリ最後の直線コースも3番1番4番変わらず、まもなくゴールを迎えます。まず先頭3番の
大上拓人が五輪に落ち着いた西川清。70でけーなー。5番2番の接戦で、ね、最後は谷口が合流いたしました。あの3、1、3、4ぐらいしか見えないですよね、このレース。やっぱ、3、1、3、4ぐらいしか見えなかったんですけど、ね、このレース、このレース、うん、いや、1回でもいい、3、1で1回止まって、最初3、1で、あーなんつってたら、1、3に落ちて、まあ、1、3でもいいよってなって、1、3の紐がないところから、そう、4が復活して、で、3、1、4まで上がる。そうです、最高の展開だね、はい、天国、地獄、天国、超天国みたいな感じで、ああ、いいモード移行だった。はい、そしてまたここで1番吉川の内から3番大上が伸びて再び先陣争い。今度は最終1枠内の3番の大上拓人から折り返し、また逆転です。3番の大上拓人が先頭。あー、なびいてよかった。さっきの話だよ、言ってたんだよな。聞いてた、俺の話聞いて、聞いてた。じゃあ先に予想しなきゃいけないな、今度からみんなに分かるように頼むよ。はい、こいつ船券買いに行くときにすれ違ったら、はい、外れたら金貸して。はい、各編に入りました。僕の第10レース本戦がですね、まあ、宇津島選手をやはり中心視した時に 2,3 着は川北選手と魚谷選手の 2,3 着 1,3,6,1,6,3、 こちらの折り返しですね。で、川北選手が明らかに攻める展開になると思うんで、その時星野選手、人気の盲点になっている星野選手に展開ができた時に後輩等を狙いたいなということで、この 1,4,5,6 と 1,5,6,4 で、もう一つはもうこれ最後爆弾ですね、 4,6 の折り返し。これ3と1、2、1、2、3がもう明らかにも外に吹っ飛んでった時の4、6。え、あ、ごめん、間違えた、ここ1本、ここ1本、ここ。はい、はい、決まりました。2、1、前、3、1、前の1、2、前。僕は川木選手がすごくよく見えたので、マッキーいざしての3、1、もしくは刺して三住選手後2、1で、三住選手は過去10走すべてオール3連帯入っております。これはもう間違いないです。頭は、頭もそこそこあります。もう間違いないです。だ 1、2だけちょっと厚く買ってもいいのかもしれない、もしかしたら。三住選手の2コースは非常に信頼度が高いという話をやっぱ聞いてしまうと、こういう予想にもなるよねって。川北選手はまあね、琵琶湖のエースですから調子もそこそこいいので、あとは仏島選手の調子が非常に悪い、でもインからだから3着には残すという 2,3 前1というのもちょっと買いたいなと思ってます。全部オッズがかなりついているので、まあ薄めに広くというイメージでございます。はい、宣言通りです。2,3,1,0前300円の 1,2,0 を500円にしました。これだけは大丈夫な気がするわ。今回はスランプなんでね、早く脱出したいです。はい、まず1000円で買ったところ 1,2,0 川北選手からの 3,1,02,1,0 これが、すごいついてるんで500円で買ってます。でもう一つが武須島選手がちょっと調子悪い、でも3着には絡む2頭3頭の全1というのを買いました。はい、まずは武須島選手が1着のパターンの船券が6点ですね。若干金額の振り分けをしてあります。あと爆弾がこっちです、4664。これを金額を抑えて買ったんですけど、120番人気の1126倍っていうのがあります。64にこれが来たらもう大石、120番人気を当てるなんてことは買うことすら珍しいので、うん。ちなみに松陣は俺のミスに2,0,0初めて120番人気の船券持ったかも、持ってるかも。第10レース予選競争、ミスミスタート行くじゃん。行ってる。
あ、やべやべ、3、1、7スタートがインから1番の仏島、3コース3番の川北、あ、やべ、ミスにもいってるな、壁になった、3コース3番の川北がまくっていく、はい、膨らんで刺され、3番の川北、ここで先頭か、内から2番、5番追い上げてまいりました、仏島、1番の仏島、ここも現在5番手まで交代です、あ、そして5番手まで、ミスにも3手、順平すごい、内の5番の桐生が判定し、1点し、逆三連単きた、正常大胆マーク、5番の桐生から外3番の川北が2打取り返し、3番手は2番の三隅です、ジョイ体型が全然これは、しかも物理ビリだ、その後は6番、1番、4番、1番ブリっていう、トップは5番の桐生順平から2周1、ここまでは無理だ、でも3、5、5、3か、2番の三隅もまだ粘って、2番、3番、ここが今度は2番手争いでしょうか、3番、2番、接戦状態、うわこれは変えない、単独先頭、5番の桐生から2周2枠折り返し、うちの3番の川北、外2番の三隅、ともに少しバウンドしまして、今度は2番の三隅がわずかですがリード、いや、この後最終1枠の攻防です、川北さんじゃないか、あ、でも先に内からさばくか、まず5番の桐生からうちの3番の川北、外2番の三隅、うわー、まだ並走状態、これは最終のバックです、すげー、うわー、でも出足がなさそうだな、あ、全然つかない、2番手に優勢か、3番川北もまた伸び返して、でも2万周、これ2万周はちょっと安いな、最終第2ターンバック、5番の桐生、松井が船剣を確認してる、そこを狙って刺す2番の三隅です、え、直線勝負、あ、532だ、532、まだ並んでいます、まだ天を仰いだ、桐生が5になって3番川北、5にあったの、三隅3番手、その後は横の大谷4番手、5差はない、うわー、5にあったんだ、第10レース予選競争1秒前スタートしました、まずうちの3手、いいスタートがインから1番の仏島、3コース3番の川北、押し切るか、1番の仏島、3コース3番の川北がまくっていく、さあつけ前気味に3番の川北、ここで先頭か、内からは2番、5番追い上げてまいりました、え、それ全ミスに全ってこと、135、1352とかにすれば外れてる側を教える偉そう、そうだ、1周目で終わってたのに1周目でほぼ終わってたのに、うるせえ野郎どもだな、ほんとによー、あー言えばこういう途中でブス島プリンだとして、お前らも全員クビにするぞ、あれ、あー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 どうです皆さん、はい、さあ、うわー